外はどんな様子だ。調子はどうだ。一体ずつやって世界を平和にしようぜ。それで全部だ。以上だ。元気にしてるか。そうか。また来い。何の用だ。調子はどうだ。外に出してくれないの。出たいのか。ここは安全だろう。働かないと。ああ、分かった。どうも。ディーコン、顔中傷だらけでタイヤレバーを持ち歩いてるドリフターを知ってるかい？リンボーって呼ばれてる。知らないな。昨日キャンプに来たんだ。賞金を受け取って一杯飲みに。今朝早くまではここにいたらしいけど。タッカー、俺は警備係じゃない。アルカイに行ったらどうだ。人を殴り殺したんだ。二人もね。名前はボーマンとヒューイット。女の方は誰かわからないくらい顔が変形してた。ヒューイットってマリアか。ああクソ。そのリンボーってやつはどこにいる。アルカイが言うにはスリーフィンガードジャックの東側にある森林局の見張り塔にいる。ああ、そこなら知ってる。任せとけ。ああ、頼んだよ。どうした？何か用か？なんだ？少し見せてくれ。今から開けるね。おい、ディーク、ヘリは見つかったか。あの屋上にいたのと同じ奴だったか。ああ、ブーザー、あいつだったよ。で、さらに何があったか覚えてるか。ああ、覚えてはいたんだが、キャンプに着いた後どうなったかわからないらしい。
猿がまだ生きてる。あ、違う。俺だってバカじゃないんだ、ウーザ。ただ猿がどこで死んだか知りたいだけだ。別にどこにもとどまっちゃいねえよ。とにかくもう行くぞ。じゃあな。いいぞ。もらっとこう。ガソリンだ。
悪くない。いいね。やっとだ。よし、と。誰を追って？ローチだよ。ほら知ってるだろ、レオンとアルバレスとつるんでた。信用してたのに。なんであんなやつ信用したんだ。ああ、あいつは薬を持って北に逃げた。マリオンフォークスあたりで見失っちまって。分かった、追ってみる。野党がフリーカー退治か。いいぞ。込めとくか。よう、ブーザーに言われたよ。ここには来ない方がいいって。正直よくわからないけど、そうなのかもな。あいつはこの間ひどい怪我をしたんだ。リッパーに襲われて、奴らに腕を焼かれてひどい火傷を負った。だから俺はなんて言うんだっけか、移動式医療ユニットから包帯取ってきた。とりあえず処置はした。でもまあ、ブーザーは大丈夫だって言ってるが、そうは思えない。あれは重傷だ。しかもあれは俺のせいなんだ。あいつが襲われたのは、バイクの部品を取りに行ってな。しかもそのバイクは結局コープランドに解体されちまった。あのバイクを組むのに1年かかったんだぜ。お前を乗せたあのバイクに比べりゃガラクタだがな。タンクがあっただろ、お前が塗装してくれた。あれだけは残ってて使ってたんだけどな。そいつもなくなっちまった。バイクを取り戻して、ブーザーの腕がもう少し良くなったら北に向かおうと思う。そのここにいるといろいろと思い出しまうからな。まああれだ、つまりそのここにはもう来れないかもしれない。ああ、誰だ。そろそろ弾がやばいな。
よし、ガソリンだ。よし、なんとかなりそうだ。いいだろう。さてと。いいぞ。タッカー、奴を見つけたぞ。誰かを待ってるみたいだった。デイコ、絶対逃がすんじゃないよ。生け捕りにするのよ。何言って、生け捕りだぞ。他にもなくなったものがあってね。どこにあった。吐かせるんだよ。タッカー、分かった。何とかする。おい、ローチ、どこ行くつもりだ。あ、絶対逃がさないからな、この野郎。
らしゃしねえぞ。しゃしねえぞ。調子どうだ？ほらな、殺さないって言ったろ。ディーコ、よせ、俺は何もしてない。タッカーの言い分は違うぞ。レオンとアルバレスが薬盗んでった時もうっかり仲間外れにされただけか。よせ、ディーコ、やめろ。ほら、お前の言い分聞いてやるよ。なんだ、タッカーが見てない隙に残ってる薬を取ったんだろ。ディーコン、俺は何も持ってない。調べてみろよ。断る。それは俺じゃなくてアルカイがやるからな。タッカー捕まえたぞ。座標を送るからアルカイに人をよこさせろ。何をしたか聞いてんだ。俺は死にたくねえ。頼む、ディーコン。生きてんだろうね。薬は持ってたかい。ディーコン、頼む、助けてくれ。俺たち前はダチだったじゃねえか。今は生きてるが、それも時間の問題だ。アルカイに急ぐよう伝えるこってな。おい、また頼む。死にたくない。こんなところに置いてかないでくれ。ディーコン、クソが。おい、ブーザー、いるか。どうした。サンダーエッグってどこで見つかるかお前知ってるか。なんでだい。俺がキャンプに連れてったあの子をちょっと元気づけてやりたくてな。ベルナップクレーターのギフトショップとかマリオンフォークスあたりはどうだ。わかった、ありがとうよ。これは知らなかったな。スクラップだ。
かない。
タッカー、着いたぞ。確かにリンボー一味は何事もなかったようにここに住み着いてやがるな。顔に傷があんのがリンボーだったっけ。ああ、他に奴の特徴はないのか。緑のコートを着てる。雑草みたいな格好だよ。いいかい、奴のタイヤレバーを持ってきな。それにあいつの血をたっぷり吸わせてやってからね。ああ、分かった。それじゃあな。さてと、リンボどこにいる。ホットスプリングスで好き勝手できると思ってたのか。おい出てこい、話したいだけだ。あんた俺たちの仲間にならねえか。何もしねえって本当だ。信じてくれよ。さあ出てきて話をしようぜ。ここのどっかにいるはず。あの野郎を見つけろ。
何か見えた。何かいた。何かいるぞ。お前のアイアンツースはもらってくぜ。あ、
やっとだ。いいだろう。こんな時にか。
カルロス様と一つに安らかに眠れ。どうだ、この俺を打ち上がって。くそ、エンジンが。これでよし。門を開けろ。ここ何日か忙しかったんだよ、マジで。他のやつらよりよく来るドリフター見てね。もう何かしら持ってくる。リーコンでしょ。バイトの人。あいつを見つけたかい。ああ、やつのタイヤレバーだ。注文通りだろう。ああ、よくやった。ディーコン、お前は安心して仕事を任せられる男だ。まったく、普段はどこにいるのか知らないが、お前がいてよかった。まあ、その辺にいるさ。また何かあったら呼べよ。アルカイに会いな、クレジットを足しとく。元気か。いや、アルカイ、ちょっと見せてくれ。
威力も抜群だ。きっと気に入る。こいつは役に立つぞ。また何かあったら来い。それじゃあな、また寄ってくれ。どうした？元気か、ディーコン。キャンプ暮らしはどうだ？どうしたんだ？幸運を祈るぜ。煙にやられてる。何も見えねえよ。それだけだ。何か用か？よ、ザニー。真面目にやってるか？わかった。バイク、手入れがいるな。いつまで修理してる？何か探し物か？開けろ、もたもたすんな。待て、やつは問題ない。開けろ。調子が悪いみたいね。ディーコン、誰かが仕掛けた。元気か？来た。助かるわ。これで大勢が食事にありつける。ああ、クレジットがないのか。ああ、いらっしゃい。ジェジー。それじゃ。